はい、どうも、ゆっきーでーす。今日はね、ちょっとやってみたいことが、ありまして、こちら、10円玉とか5円玉、そこら辺をですね、全部、1ヶ月前から冷蔵庫の中で、保管しておきました。はい。このような感じで。10円玉とかを、マヨネーズとか酢に、ね、つけると、まあ、色が、綺麗になると。うん。サビが取れて、綺麗になる。っていうのを、聞いたんで、まあ、前からちょっと思ってたの、分かったんだけど。すっげえ酸っせ。ちょっと開けていきましょう。うん。この液体のやつはもうあれですね。酢です。うわ、酢完全に漏れてるな、これ。二重とかにしたんだけど、完璧に漏れてる。だいぶね、青くなってますね、色が。うわ、まあ、マヨネーズと、どっちが、すごいか、ね、綺麗になるのか、っていうのを検証。していきましょう。うわ、酸っぱい匂い、この酢の匂い。こちらが、10円玉です。大して変わってないです。うん。こちらが、昭和63年の10円玉なんですけど、大して変わってねえな。色として。10円玉。うん。変わってないっす。うん。うん。なんか、いわゆる、マヨネーズってのは酢が入っているから、まあ、酸化し、うん、まあ、ちょっとわかんないっす。うん。なんでなのかわかんないっす。こちら5円玉です。10円玉は、いわゆる銅でできてるんで、で、銅が、なんか酢とかマヨネーズには、なんかその、化学反応を起こす的な。なんでこれ全部漏れてんだろうな。すっげえびっちゃびちゃに漏れてんだよな。なんで？なんでこんな漏れた？びっちゃびちゃやね。お皿持ってこないと、びっちゃびちゃすぎる。確かね、五円玉はね、なんでできてるんですかね。わかんないです。うん。やっぱなんかみんな青くなってるな。色がさ。こっちも大差ないですね。うん。大して変わんない。変わってない。うん。10円玉も5円玉も巣に1ヶ月つけましたけど変わってないです。で、こっちが何円玉これ。まあ、酢が酸性だから、酸化して逆にあれなんじゃないの？逆に黒くなるんじゃないの？逆に。わかんないけど。これ100円、おい !100 円玉逆に錆びてんだけど !100 円玉逆に錆びてんぞ、おい。マジで。100円の錆びてんだが。うわぁ。一瞬10円かと思った。ほら。錆び。100円玉は原料が、何ですかね。銀ですね。あれ違ったっけ？銀です。昭和54年。こんな100円玉見たことないよ、こんなの。こんな錆びてるな。錆びのやつ。
確か銀だったような気すんだけどな。で、500円玉。残念ながら500円玉が、あれ？あ、500円玉俺2枚なかったんだ。そう、1枚しかなかったんですよ。仕方ねえっつって、500円玉以外ですね。10円と5円と100円はやったんです。うん、確か。1円もやった気がする。で、こちらが、マヨネーズにつけといた、これ何円玉だろう。何円玉だろう。あ、これ5円玉です。さて、どう違うのか。うわー、触りたくねー。触りたく、これ触りたくねえわ。うわっ、うめ、なんかすっげえ青くなってる。何これ、一部分二部分ぐらいなんか青くなってますね。で、汚れとしてはそこまで綺麗になってると思えない。平成元年です、これ。平成元年で、平成だから、31年前か。そっか。ほら、すごい、ここのさ、サイドのところがさ、青くなってんだよ。すっぺー、この匂い。部屋中が酸味で、なんでこれ漏れてんだよ、マジ。意味がわかん、あ、わかった、これもしかしビニール袋酸化し、あれ、酸性だから溶けて漏れてるな。そうか、そういうことか。だからすべて漏れてんだ。なんか、全部びっちゃびちゃなんですよ。わかった、それ、あれだ。ビニール袋酸化して溶けてんだもん。酸性だから溶けてんだ。はい、お次がこちら。何これ。お。あ、これ10円玉ですね。上切ったね。上切ったね、これ。ほら。あ、でも10円はだいぶ綺麗になってる。あ、だいぶ綺麗になってる。ほら。で、裏側は、もっと綺麗になってる。ピカピカ。だけど、青い、これ紙か。このサイドが、なんか赤くなってますね。オレンジ色になってます。こっちは、この半月の場所が、綺麗になってます。うん。これはちょっと綺麗にはなってます。しっかり。しっかり綺麗にはなった。そっか、道理で全部漏れてると思った。だから酸性だから溶けたんだ、これ。危ねえ。下手したらこれ全部漏れてるとか。この袋自体漏れてたら、一応これで二重にしてはあるんだけど。あ、大丈夫だ。これ漏れてたらもうあれですよ。冷蔵庫の中、巣ですよ。巣だらけですよ。はい、こちら。お次は、これも漏れてます。これ500円玉じゃなかったっけな。酸っぱい。くせー。
超くせえ。うわ。うわ、なんだこれ。何？何これ。100円玉だ。そうだ、俺500円玉なかったから、500円、金欠なんで、なかったんですよ。うわ、これ、ほら。寝る寝る寝るね、みたいになってる。昔寝る寝る寝るねって今でもあんのか。あれを、ね、買おうとしたら親に、やめなさいって言われて。なんでって言ったら。なんか、絶対美味しくないですよ、それ。やめなさい、それ。買うのやめなさい。って言われたのが、思い出しました。あれなんであれダメだったの？ようわかんねえだよ。あ、これ100円玉です。100円玉はね、これ、はい。見た感じ、くすんでますね。輝きがなくなりました。うん。で、裏が、これ表か。こんな感じ。こっちも輝きなくなってます。これは、酸化しましたね。酸化したな。結論、マヨネーズで、綺麗になるのはおそらく10円玉のみですね、うん、ちなみに比較です。こっちが、これ100円玉ね。こっちが酢です。こっちが、マヨネーズ。むしろマヨネーズ、ああ、でもどっちもどっちだな。どっちも汚えな。酸化してる。どっちもなんか、くすんで、錆びてる。で、次がこれ、五円玉。右が、これマヨネーズ。左が、酢です。酢の方はかなりくすんで酸化して、錆びてます。うん。錆びてる。こっちはマヨネーズの方は、まあ、でも、お世辞にもこれ綺麗になってるとは言えないですね。これは。はい。うん。お世辞にもこれ綺麗になってると言えはしないでしょ。無理です。あれ、そういえば1円玉俺どこやったんだ。あれ、俺1円玉を切ろ、あれした記憶あるんだけど。あれ、まあ、いっか。で、10円玉こちら。こっちが、マヨネーズ。左がこれ酢です。酢が明らかに、黒くなって、酸化しております。錆びてる。で、これ、こっちがま、裏。ね。こっちが表です。はい。で、こっちも確かに綺麗になってんだけど、このオレンジの謎の、ものが入って、なんか、付着してる。まあ、これ多分、1ヶ月ずっと入れすぎて酸化したんじゃない？錆びたんじゃないか、これ。うん。左は完璧に錆びてるんですよ、これ。酢だから。うん。まあ、マヨネーズも酢入ってんだけど、そんなに量入ってないと思うんですよ。まあ結構入ってるか。うん、まあまあまあ。これ入れすぎはダメってことですね、結果。うん。まず酢は絶対にやめとけ。で、1ヶ月とかじゃなくても、24時間ぐらいでいいんじゃないかと。うん、逆に、つけすぎる、うん。ということで。もうないよね。もう1円玉ないよね。うん。ない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 。ないね。ということでご視聴ありがとうございました。バイビー。